はい、みんな、おはよう、シャオリーダンス。はい、ということで、本日も始まりました、村田市まかない道場のお時間でございます。ねえ、一人暮らしのあなたの味方、まかないです。はい、ということで、本日も始めてまいり、もう、すごい簡単だから今日ね。もう、がっついて食っちゃっていいよ、ニラ飯。お前、どういう名前なんだみたいな感じですね。はい、それではね、やってまいりましょう。今日使うのはね、ひき肉、豚でいいよ。それから、ニラ。ね、まあ、ほぼそんなもん。あとは調味料ね、ガッツリ使っていきます。はい、それではね、ニラ1羽分ぐらいですね。バツンバツンね、切るだけだから、これ。ね。あんま長く、切っちゃうと、刃のある人、間に挟まってすごい痛いからね。うん、まあ、ほどほどの長さにね、適当に切ってください。ね。はい、ガッツンガッツン1羽分いっちゃうよ、これ。1羽でね、だいたい2人前ぐらい作れちゃうから。これね、よろしく哀愁です。まあ、だから一人暮らしで、まあ、1人前で俺いいよって方はね、半羽ぐらいでぶっ込んでください。はい、こんな感じになりました。はい、あとはですね、ひき肉ですね。はい、ひき肉。豚ミンチですね。はい、これ 200g ですね、今日はね。それではね、この豚ミンチ。ね、豚ひき肉ね。ひき肉とラーニア、もうラーニーの香りすごいから、もうラーニー、ラーニー。今日はラーニー、リン、リン、リンってね。はい、それでは早速焼ける、バービーコーナーの方へ、ガーしましょう。ただいまね、インペルダウンにやってまいりました。バービーコーナーの方にやってまいりました。ね、ごま油です。やや多めにね、ガッチンガッチンとね、いってください。はい、そうしたらまだ火これついてないですからね。はい、ガッツンガッツン、ツリリンロンですね。はい、したらね、豆板醤、これ好きなだけ。ね、あんま入れすぎると辛いんで気をつけてくださいね。はい、ちょっとこれ入れすぎじゃないのかね。へいってことですね。はい、そうしたらね、次がおろし生姜ですね。はい、こんなもんね。はい、こんなもんでオッケーオッケー。爽やかになるからね、生姜入れんとね。はい、まだ火ついてないよ、これ。はい、そしたらお次はニンニクね、2かけ分ぐらい、スコルバキンコン缶とね、潰してまいりましょう。スコルバキンコン絡んですよ、これね。はい、そしたらガッツンガッツンとね。はい、いい感じでニンニクですね。はい、ニンニク、豆板醤、ギャリックとね、入りました。はい、ブラックペッピーも入れちゃおうかね。ブラッキーペッピーって3振りぐらいね。これ辛いんじゃないの、ちょっとですね。はい、したらね、ここで展開一発です。はい、もう結構ね、鼻痛いです。うん、で、ここ弱火ぐらいでこのフライパンを傾けるような感じで、これ全部ね、混ぜていきましょう。混ぜ混ぜ混ぜ、ディーニー、混ぜリーニーですね。あんまり強火でやっちゃうとニンニクとかしょっぺけちゃうからね、気をつけて、香りをなんかこのごまアビーリーの方にね、移すような感じでお願いいたしますよ。はい、ガッチンガッチン、チリリンリンですね。ガッツンガッツン、ズリンとね。そのうちアブカでブックンブックンブッコリ言えますけど、出てきますんでね。それを待って、お肉を炒めるだけでございます。はい、いい感じでね、ちょっとね、鼻気をつけてね、この豆板醤さ、油でこうガッツンガッツンすると結構鼻痛くなるからね。はい、もうここ弱火にしちゃいましょうか。はい、そうしたらね、このおにっきーですね。おにっきーにきにきにんにきにんたろうみたいにね、おにっきーにんにんにんにきにんたろうみたいにね。はい、これ豚のミンチなんでね、完全に火を通していきましょう。はい、ね、バッツンバッツンツリリンロンですね。バッツンバッツン、これ 200g 多いんじゃねえこれ、まあいっかね。はい、それからね、豚ニンニクの方にね、完全に火を通してまいりましょう。はい、肉ね、半分ぐらい火通ったところで味付けに入りましょうか、ね。はい、この肉の 1%、 肉の重量の 1% お塩ですね。200g だからパラライカですよね。200g の肉なんでパラライカですね。はい、こんなもんでしょう。もう計算できないからね、 2g くらいいるのかな。はい、そうしたら、ガルスープのですね、ギャラスープの音、ね、これバツンバツンとシャンシャンシャシャンシャン量しべね。はい、入りましたよ。はい、したらね、また肉の方ですね、完全に火を通してまいりましょう。ということで、ね、いい感
感じでね、一気に一気の火を取りました。はい、そうしたらね、ここでニラをぶち込みましょう。ナラにいっちゃうんですね。あ、バッツリーナとかね。はい、ガッツ長いはるよ、これ。ね、切っちゃいけません。ガッツリーナつけるよ。ね。はい、そしたらここでね、隠し味のオイスターソースですね。はい、もうほんのね、1、2滴で構わないです。入るかな、入るかな。はい、2滴入った。はい、そしたらね、ここで一気に強火ですね。強火にしましょう。はい、もうあとはね、このもうニラ生で食えるんだね、ここね。はい、これもう混ぜ、混ぜ、混ぜ、混ぜですよ。ね、はい、混ぜ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 と。ね。はい、こんな感じで完成となります。はい、あんまニラ焼きすぎてもね、香り取れちゃうんでね。はい、あとはね、これ飯にぶっかけるね、お茶碗にね、よそるなりね、して完成となります。はい、それではね、今日はね、ニラ飯とね、丼にアンビリーバブルと乗っけてまいりましょう。はい、ということで、ただいまですね、テビリーバブルの方にね、ニラ飯ですね、運んでまいりました。最後にね、紅生と白ごま少々ね、振らさせていただきました。それではね、早速焼き食う、ガッツリコと、食べていきましょう。お好みで豆板が入ってから、まあまあ辛いんですけどね。お好みで七味唐辛子。ね。はい、それからお好みですよ、これは。もうこのままでもう十分味付いてるんですが。ね。はい、醤油。あ、ちょい、もうちょいよ、ちょい、ちょい、ちょちょい、ちょちょちょいの付け替え、これね。ということで、いただきます。間違いねえだろ、これ。ね。いただきます。うん。うん、うまっ。うん。まあ、卵をかけたい人はね、卵ぶっかけて食ってください。おいしい。よし。いや、結構辛い、結構辛い。豆板醤結構辛い。いただきまーす。おいしい。で、最初に、ごま油でニンニクと生姜と豆板醤ね、あの香り出しがもうほぼこのね丼飯の決め手になるんで、あそこだけはね、しっかり弱火でいいから、つぶやんとニンニクとか生姜焦げちゃうんでね、弱火でジブジブジブとか泡が出るのジブジブジブみたいな、それからひき肉炒めるね、そこ秘訣だからね、おいしいな、いただきます。一気食い間違いないよ、栄養価的にもね、この豚肉のね、良質なタンパク質、ニラのアリシンと繊維質ですね、飯のタンパク質、これもスタミナですよね。いただきます。飯に乗っけなかったらこれいいつまみにもなるんでね。はい、いただきます。グラッチです。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、こいつですね、ニラ飯の作り方ね、これやってみました。非常にね、材料もニラとひき肉だけ、調味料もね、ちゃちゃっと簡単なもんばっかりなんでね、ぜひお試しください。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様のあったかいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。いや、まだまだ寒いんでね、風邪などね、ひかないように気をつけてくださいよね。受験生の皆さんね、体調崩さないようにね、お願いしますね。受験してね、大学受かって一人暮らしになったね、お嬢さんお兄さんね、おじいちゃんおばあさんね、お孫さんとお父さんお母さんね、ぜひね、一人暮らしになっても私応援しておりますのでね、一人暮らしの味方まかない道場なんでね、ちゃちゃっと簡単に作れるようなもんばっかりね、動画上げていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、そして皆様にね、ちょっと一つ お知らせがあるんですが、まかない道場の料理本ですね、はい、歴史本、ですね、お店にあのファンの方が来られて、あのないのみたいな、売ってねえのみたいなこと言われるんで買いましたね。多少なんですが、前10冊あったんですけど、それも全部売り切れちゃって、で新たにね、今日仕入れたんでね、もしおーおーおーおお危ない危ない危ない、まあね、手に取ってみたい方がいましたらね、お店でも販売しておりますのでね、よろしくお願いいたします。
それでは失礼いたします。またお会いしましょう。ニラ飯最高だから。じゃあね。